てのごとく。うん。丸見えね。誰からの贈り物かしら。称賛すべき好奇心ね。Thank you.
Thank you.
きましょう。贈り物かしら。好奇心ね。ほい、うん、はやてのごとく。いつになったら背が伸びるんだ。ポン。
になったら背が伸びるんだ。雨宿りを。雨に打たれると背が伸びなくなる。うん、せい。のごとく。気持ちいい天気。無駄な時間を過ごしてると仕事が終わらないわよ。いって一体どこが。
ごとくや。はやてのごとく。寝てもいいか？はやてのごとく。手が伸びる品はあるか？この箱、中で寝れるかも。中で寝れるかも。つなぎましょう。
すべき好奇心ね。手が伸びる品はあるか？はやてのごとく。でござるな。はっ。し。行こう。いざ。
行こう。いざ。それ。あっぱれでござるな。暴きを風を受けよ。天地の恵みであるな。宝とは旅の醍醐味でござろう。行こう。いざ。風の行く先を。風を知れ。ままに。しっ。あっぱれでござるな。しっ。いざ。調子が悪いなら休むあっぱれでござるな。行こう。ほっ。宝とは旅の醍醐味でござろう。
いざ。天地の恵みであるな。それ。いざ。私とセピロス剣術に。ベニー冒険団出発。悪くないわね。いって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 一体どこから。草笛で一曲奏でよう。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。行こう。
の人が無事でいられますように。